てメタルジグでやってみよう。メタルジグ、まずはでもこれ7グラムあったかな。じゃあメタルジグにアシストフック、猫アシストをつけてちょっと欲張りましょう。僕大体ね、基本的には一本針でやるんですけど、はい、これ今まだプロトですけど、はい、行ってみたいと思います。で、一応ね、まあ滞空時間が長いようにトップヘビーセッティング、あの猫メタルは目玉がね、こちらとこちらについてますね。で、太い方を上にすると上方重心になってヒラヒラします。太い方を下にすると下方重心になってスーッと折ってきます。でアクションさせてもこちらの場合はピッ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 ってこう動くのね。でこちらの場合はちょっと大きく動きます。そういう違いがあります。じゃあやりましょう。はい、投げて7グラムなんで多分手返しよくできるんじゃないかな。14、15、15でボトム、しゃくって落とす。よっしゃー、見えたねー、フォールで釣れます。よし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 、これ面白い、これおもろいよ。フォール来たー、イエイ。今やってる感じではね、このトップヘビーセッティングがいいみたい。あのシャクって落とすときにヒラ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 クンって持ってく感じだね。だから多分ボトムヘビーでやるよりも滞空時間長い分、まあ、7グラムでもゆっくり落ちるじゃないですか。これ5グラムにしたらもっと釣れるかもしれない。この辺から、この辺から、しゃくって落とす。しゃくって落とす。えい。1、2、あ、なんか釣れた。シーバスか。シーバス来たかも。ちゃうか、これ。ポールで。猫メタルにシーバスかなんか違うもんが来た。ちゃうか、これへばりついた頭か。あ、メバルか。おお、両系メバル来ました。なははは、おもろい。横浜いいね。これ月一来る？月一多いな。ちょうどね、一しゃくりしたあたりにおるんで、二しゃくりで落とすとちょうど当たる。この辺ほらね、完璧。かけろ、かかれ、ほら来い。よし、来たー。ない、完璧じゃないですか。よし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 、イエーイ、釣れました。ほい、いいね。よっしゃ、来たー。よし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 、あーしよしよしよし、おい、猫メタル7グラム、おい。まあ、あの魚が多いんで、自分の中でいろんなその当たるパターンを見つけれるので面白いね、これね。こんだけ魚おったらね、ほんまに遊べますわ。だから数釣りをね、もう集中してするのもよし、それはもう多分レベリングヘッドプラススパテラの2インチ 2.5 インチであれば最強やと思うんですけどね。せっかくこんだけ魚がね遊んでくれるんで、いろんな釣り方を今回はしてみました。でまだね、最後残ってるものがあります。ここでディープアージングしてみよう。なんちゃってディープアージングやってみよう。よっしゃ、来た。こいつが一番効率ええね。沈むスピードが速いんやけど、それを追いかけてくれるんで、ポールの当たりが確実にきっちり出ます。ジグヘッドよりももっとはっきりした当たりがね。これはだから魚が多いんで追い食いしてくれてるんで、
あの釣りとして成り立つんだけど、こんだけ魚が集まってなかったらこんな面白いゲームはできないと思う。うん、まあ、ボートからね、魚の集まってるところに連れてってもうて、そこで成し得るゲームなんで、それをねいろんな自分のスタイルで楽しんでみるのはいいと思いますね。ここは面白い、3時間で十分楽しめます。これ深すぎにね、こっからね一回上げてここで当たると思うね、ここで当たるでしょ。だから1尺り分だから2メーター50から3メーター上げたところにアジが群れてて、その上に上げてその層に落としていく感じだね。はい、釣れました。じゃあこんだけおったらね、釣れるも何もないですね。うん、イケイケになります。うん、イケイケになりますね。ほらほら来たー、ういザシャクリで竿1本分落とし込むと当たります。よし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 、はい、猫メタルの巻でした。